こんにちは、Eテレ大好きプリママです。今回はEテレ子供向け番組の放送内容すべて完全版でご紹介します。2022年度Eテレ子供向け番組の内容について少しずつ実態が分かってきましたが、毎日チェックしていても何がどのように変更して、どの番組がなくなって、新しくどんな番組が始まるのか、全体像がなかなかつかめないですよね。そんな方はご安心ください。今出ている情報はこれを見ればすべてわかります。すべて詰め込んだので、もしここだけ知りたいという項目がある方は動画画面の下にある動画説明欄を今すぐポチッと押してみてください。目次があるのでこちらから飛ばしてご覧ください。今回ご紹介する内容は1、2022年度変更ポイントの紹介、時間変更する番組7番組、終了する番組、卒業する人3番組、新たにスタートする番組3番組をご紹介。2、タイムテーブル、平日朝夕、そして土日朝夕変更点と気になるポイントをプリママが解説いたします。3、今回の編成について、実はこの時期 NHK より国内放送番組編成計画という資料が発表されます。とっても固い内容であまり読む気にならないのですが、今回の変更点について NHK 側の意図や考えがまとめられていますので、ポイントを絞ってご紹介します。それではどうぞ。まずは時間変更する番組を紹介。お母さんと一緒、平日夕方の放送時間が18時に変更。朝の放送はこれまでと同じですが、夕方の放送が18時からに変わります。 NHK は共働き世帯、保育園児が増加する中、生活実態に合った番組編成を検討した結果、保育園児の帰宅時間のピークである平日夕方午後6時台に幼児・子ども向け番組を移設することで、よりたくさんの子どもたちが視聴できるタイムテーブルへと変更しましたと発表しました。詳しい放送時間はこちらです。見つけた、平日夕方の放送時間が18時25分からに変更。お母さんと一緒と同じく18時台に変更するのが見つけた。朝の放送時間は同じですが、夕方だけ変更されます。現在のスイちゃん、増田梨沙ちゃんは2021年度で3年目、歴代では基本的に在任期間は3年となっており、前任のゆあちゃんのみ4年となっています。詳しい放送時間はこちらです。1分番組パッコロリン、放送が朝だけに変更。お母さんと一緒の放送後にいつも放送されているパッコロリンは朝だけの放送になります。詳しい時間帯はこちらです。キッチン戦隊クックルン、平日月曜から水曜の週3回放送に変更。クックルンはこれまで平日月から金の5回朝夕放送でしたが、2022年4月からは月から水の週3回の放送になります。夕方の放送時間は20分早くなり17時25分から。2022年度クックルンメンバーは2年目、泰造、マイカ、クラムは続投決定です。詳しい放送時間はこちらです。天才テレビくんハロー、続投決定、放送時間が変更。天才テレビくんハローは2022年度も引き続き放送されることが決定。放送時間だけが変更になっています。天才テレビくんハローは17時台から始まります。ご注意ください。詳しい放送時間はこちらです。にゃんちゅう宇宙放送中、日曜朝夕方の2回放送に変更。にゃんちゅう宇宙放送中といえば日曜日の17時からの放送でしたが、2022年度からは朝にも放送されることが決定しました。今までは最終週だけワンワンワンダーランドが放送され、その時だけニャンチューの放送はありませんでしたが、2022年度からは毎週放送されます。詳しい放送時間はこちらです。お父さんと一緒、土曜日のお昼からも放送。お父さんと一緒は日曜の朝に放送されていましたが、2022年度からは土曜日の12時からも放送されるようになります。1週目はみんなでどーもくん、
最終週はワンワンワンダーランドが放送、それ以外の週に放送されます。詳しい放送時間はこちらです。続きまして、卒業する方、卒業する番組を紹介していきます。ワンワンワンダーランドのゆうくんが卒業、 K くんに交代。ワンワンワンダーランドのゆうくんが卒業し、 K くんに交代されます。放送日は土曜日昼と日曜日朝に変更となります。詳しい放送時間はこちらです。シャキーンの放送が終了、同時にココちゃん、はるかが卒業。シャキーンの放送が終了します。番組終了により自動的にココちゃんとはるかが卒業となります。ここ最近は再放送が多く感じていましたが、ついに終わってしまうようでとってもショックです。この時間、2022年4月からはおじゃる丸の放送が決まっています。平日朝はみんなの歌、おじゃる丸、おとっぺ、0655、クックルンという流れになります。これなんで紹介、ついに放送が終了。平日に放送されているカビラジエさんのこれなんで紹介が放送終了です。これなんで紹介といえば、チャンネルでも紹介したハッチポッチステーションからクインテット、フックブックローこれなんで紹介と続くパペットバラエティ番組の枠でしたが、今回で終わってしまうのでしょうか。続いて、新しく放送が開始される番組を紹介していきます。おはよーいどん、レギュラー放送決定。何度か単発で放送されていた今田耕司さんとよしお兄さんによる番組がついにレギュラー化。番組内容はスマートフォンなどコミュニケーションツールを持たない幼い子どもたちが、地理的な隔たりを超えておはようと元気に言い合える場を作りたい、リモートシステムを使ってスタジオと全国の子どもたちを結んで朝の会を開きます。詳しい放送時間はこちらです。ギョギョッと魚スター放送決定。特番で数回放送されたお魚番組が2022年度よりレギュラー化決定しました。番組内容、海に囲まれた島国日本、そんな日本の周りに暮らす魚たちの魅力を子供から大人まで楽しく深く学べる番組です。進行は魚に対する熱量が日本一のさかなくんとモデルのカノンさん。詳しい放送時間はこちらです。悪い子集まれレギュラー放送決定。特番で放送されていた元 SMAP の3人、草なぎ剛さん、稲垣吾郎さん、香取慎吾さんによる悪い子集まれがレギュラー化決定。番組内容、学校で教えてくれそうでちゃんとは教えてくれないことがコンセプト。なかなか自由に外出ができない今日この頃、お家で楽しく社会見学をしているような気分になることができる教育バラエティ番組です。放送時間はこちらです。続いて、2022年度上期の平日朝のタイムテーブルをご紹介します。テレビ体操が終わる6時半頃をめがけて起きているご家庭も多いのではないでしょうか。我が家ではおとっぺ、シャキーンという流れでテレビをつけていました。2022年度からはみんなの歌、おじゃる丸、おとっぺという流れに変更になります。毎朝のおなじみシャキーンが亡くなったのがとってもショックです。夢中人の3人が大好きだったのにもう見れないなんて悲しいですね。金曜日はマチスコープ、アソビーバーでしたが、猫の目美術館、おむすび日本に変更になります。7時台はクックルンが月曜から金曜週5から、月曜から水曜の週3に変更。時間帯は同じですね。同時間の木曜は青黄色、金曜はマチスコープが入ります。7時20分からはこれなんで紹介が終了し、今田耕司さんとよしお兄さんの番組おはよーいどんがスタート。これまでは単発放送でしたが、レギュラー放送になります。続いて、2022年度上期平日夕方のタイムテーブルを紹介していきます。平日夕方はほとんど全ての時間帯が変更になっていますので、赤字表示はしていません。夕方16時からのみんなの歌からいないいないバーが前倒しに変更。新番組ノージーのレッツひらめき工房と
これまで放送されてきたノージーのひらめき工房の両方が曜日によって放送されます。やっぱり最も大きな変更点はお母さんと一緒といないいないバーが18時台に変更になったこと。これは賛否あるようですね。また1分番組パッコロリンは朝だけの放送になり、夕方は SDGs の歌青黄色になります。その他天才テレビくんハローは17時35分から前倒しに放送になっています。続いて2022年度上期土日朝夕方のタイムテーブルをご紹介します。土曜日夕方はお母さんと一緒の後の1分番組パッコロリンの放送がなく、 SDGs の歌青黄色に変更。パッコロリンは朝のみの放送になります。そして日曜夕方最終週に放送されているワンワンワンダーランドの夕方放送がなくなり、土曜日の12時からに移動。ワンワンワンダーランドは土曜日の昼12時からと日曜朝の2回放送に変更されました。大きな変更といえばデザインアの放送がなくなっていることですね。日曜日の朝にニャンチュー宇宙放送中が放送されます。ニャンチュー宇宙放送中は朝と夕方の2回放送に変更になります。続きまして2022年度 E テレ国内放送番組編成計画をご紹介します。子どもから大人まで人生100年時代の教育放送として、幅広い世代に向けた教育、福祉、教養、趣味、実用など多彩な番組を編成します。番組とインターネットの連携強化、配信コンテンツの充実、家庭での学習を意識した番組の開発など学びの機会を広げます。また誰もが楽しめるユニバーサル放送サービスをより充実させ、共生社会の実現を目指します。朝の幼児子ども番組ゾーンに新番組、子どもたちが楽しい気持ちで一日をスタートできる新番組が始まります。平日の朝は今田耕司さんが全国の子どもたちとリモートでつながり、元気な朝の会を行うおはよういどん、発達障害の子どもたちの理解につながる番組デコボコポンを新設。土曜日の朝は新しい地図の3人が好奇心旺盛な子どもたちの世界を広げる教育バラエティ悪い子集まりを新設します。学校放送番組高校講座をつなげた学びゾーンを新設。これまで午後2時台に放送していた高校講座を移設し、午前9時台の学校放送番組につなげることで、平日午前に約2時間の学びゾーンを新設します。また曜日ごとのラインナップも教科ごとに分かりやすくし、学校に行くことが難しい子どもたち、通信制・定時制高校に通う学生、学び直しをしたい人たちの利便性を高めます。学校放送番組では授業などで使用が増えているタブレット端末で情報を正しく取捨選択できるようにメディアリテラシーを学ぶ番組アットメディアがスタートします。平日夕方の幼児子ども番組を生活実態に合わせて編成。午後4時台に放送していた幼児番組お母さんと一緒見つけたを保育園児の帰宅時間に合わせて午後6時台に移設します。それに伴い午後4時台には日本語で遊ぼう、英語で遊ぼう with オータンを移設し、学校放送ゾーンを新設。幼稚園や小学校から帰宅した子どもたちが楽しく学べる番組を編成します。午後5時台には夕食前のひとときを子どもたちがワクワクしながら楽しめるように、天才テレビくんハロービットワールドや人気アニメおじゃる丸を移設します。夜のファミリー番組を強化。小学生、中学生、高校生が家族と一緒に楽しめる番組を夜の時間帯に新設します。午後7時台にはストーンズが司会を務めるバリューの真実がスタート。10代の若者が気になる他人との価値観のズレを検証します。水曜午後7時台は父親が子育てに奮闘する姿を定点カメラで見つめ、カリスマ保育士がアドバイスを送る番組ハローちびっこモンスター。木曜午後8時台にはロッチのお二人とお悩みを抱える人が
世界の哲学者の言葉を頼りに生きるヒントを見つけていく番組、ロッチと子羊を放送します。最後までご視聴いただきありがとうございました。プリママのイーテレキッズでは、お母さんと一緒をはじめとするイーテレに関する情報をいち早く、そして分かりやすくご紹介しております。皆様からのコメント、そしてチャンネル登録がプリママの励みです。ぜひよろしくお願いします。最後に、今回ご紹介した内容は E テレが発表している放送番組編成計画を参考にしました。今後急な変更なども発生する可能性もございます。参考 URL を動画説明欄に記載しますので、最新の情報については必ずそちらよりご確認ください。バイバーイ。サブチャンネル E テレクイズでは、 E テレに関するクイズを出題中。こんなことをレポートしてほしいなど、ご意見ご要望ありましたら Twitter、DM よりお待ちしています。あ、ファンアートも絶賛募集中です。それでは次の動画でお会いしましょう。